今日は水についてお話をしていきたいと思います。水とは何かと言いますと、ほとんどの人は水の本質というのがわからないのでございますね。水というのは不可思の質量と言いまして、水は母なる象徴でございますね。そして、その水とは、すなわち神の心なんです。だから私たちはその水とその霊によって生まれなければ天国に入らずという言葉がございます。その水、私たちはこう世の中で水とたら簡単に呼んでおりますけれども、水は非常にこの幅広いものでございまして、携帯の親とまで言われております。すべての形あるものは水なくして形の存在はなくなります。形の親でございます。で、霊なる父はその水を通していろいろのものを創造なさるわけです。肉体を創造し、いろいろの草花あるいは鉱物、植物、生きとし生けるものの形態を作るには、水の質量、不可思の質量といいまして、その水によって全ての形態が、存続しているということを知らなくちゃなりません。その水は至るところに存在するわけです。特に宇宙空間を満たしているのは気体といいまして、その水の質量、不可思の質量で満ち満ちているわけですね。で、そこに、全ての質量が宇宙空間に存在するということをわからないのでございます。宇宙空間は、水分で満ち満ちているわけです。で、その質量が不可思の質量といいまして、普通水様とか言います。だから水と霊とはきっとも切れない存在。そして水と霊が融合したとき中性となるわけです。水は母なる神、そして霊は父なる神、霊は火でございます。で、皆さん方に神聖火花と言いまして、聖から選んでるわけですね。霊は火の象徴でございます。そして水は陰なる物質の象徴、形の象徴で、それが私たちに今火という御霊、神の御霊をやらしてますね。聖火をやらしてるわけです。そして陰というその水的質量、不可思の質量という肉体をまとっているわけです。で、私たちは中性であるわけです。神がなぜ中性かと言いますと、女性でもあり男性でもある。で、私たちの肉体は女性的陰の現れ、そして内なる霊は陽的男性の現れ。だから神は中性だというわけですね。で、水と火は切っても切れない存在で、霊と水とは切っても切れない。その霊と水との認識がなければ、私たちはその天国に入るに至らずなんですね。非常に大切なものでございまして、今まで水ぐらいと普通水をあまりにも私たちは無視しすぎたんじゃないんだろうかと思われるのでございますね。すべての質量の形態を保っている、このみかんなんかも 90% 水分でございますね。じゃあこのみかんから 90% の水分を抜き取ってしまえば何が残るかということです。ほとんど何も残らない状態ですね。わずかの一滴の灰にしかならないはずです。で、最終的な物質質量の残るのは灰でございます。それはちょうど佐川さんがビブッチというその灰を、神聖灰というのを出しておりますね。最終的なものは灰となって、消えゆく姿のものとなっていくわけです。で、本当は私たちはこの水というものにもって、形が存続しているということをもう一度認識してもらいたいと思います。これが母なる象徴だから、例えば聖母マリアが子供をこう抱えて抱いているというのは、キリストですね、抱いているのは、それちょうど同じように、私たちのハートにキリストが存在して、聖母マリアがそのキリストを抱えているようなものでございます。そしてそのキリストは、その陰である象徴を通して表現なさる。